1939年10月の観光空襲は日中戦争前期に中華民国とソビエト連邦の連合航空隊が日本占領下の観光に対して行った航空攻撃である。中ソ連合航空隊は3回にわたって観光の日本軍航空基地を奇襲し、うち2回の戦闘で日本軍の航空機多数を破壊して塚原243少将らを死傷させた。 日本軍航空隊は日中戦争開始以来初めての大きな損害を被った。木更津空所属の96式陸上攻撃機、ソ連空軍志願隊の SB 爆撃機と乗員。1937年に日中戦争が始まると日本軍は優勢に戦いを進め、同年12月には中華民国の首都であった南京を占領。 翌1938年10月には臨時首都の観光も占領した。しかし中国側は降伏せず四川省の重慶に首都を移して抗戦を続けた。武漢作戦の終結後、日本海軍は中国戦線に派遣中の海軍航空隊の撤収を進め、1939年初頭には派遣部隊の規模はピーク時の4割に当たる132機に減少していた。 観光などの家中方面には、第二連合航空隊と第一根拠地帯工場、飛行機体が残る程度になっていた。しかし、同年5月から重軽爆撃を本格的に開始することになると、4月24日に第14航空隊が観光に進出したのを、皮切りに、6月には高尾海軍航空隊、9月5日には第1連合航空隊と96式。 陸上攻撃機を主力とする航空部隊を続々と観光に進出させた。日本陸軍も1939年9月下旬に飛行第60戦隊を観光に進出させて海軍部隊との共同訓練を開始した。日本軍占領下の観光では観光競馬場を整地して W 基地と呼称する大飛行場が整備されており一連空、二連空、 陸軍機合わせて200機が展開可能な体制であった。一方、中華民国空軍及び義勇兵名目で協力中のソ連空軍志願隊は、観光陥落後、観光や交尾の基地から、四川省の生都や梁山、港などに撤退していた。撤退時の兵力は、ソ連空軍志願隊が、戦闘機の i-152i-16、 合計約50機と SB 爆撃機、約20機に過ぎなかった。四川省の山中の基地は、日本側拠点の観光から遠く、重慶や生徒の防空任務には適していたが、反撃を行うには不向きだった。そこで、中ソ連合軍は、河南の劉州やツラ州に必要に応じて、航空隊を前進させて、反撃を試みていた。 中でもソ連空軍志願隊の SB 爆撃機は、日本側の拠点に変わった観光飛行場に対して、以下に述べる2回を含めて3回にわたって、奇襲攻撃を行った。1939年10月3日の午後2時20分ごろ、ソ連空軍志願隊の SB 爆撃機8から9機は、密かに観光飛行場上空に侵入し、 高度7000メートルの航空から50から60個の小型爆弾を投下した。爆弾の大部分は狙いが外れて水田に落下したが、3発は飛行場南部の仮設戦闘式所の付近に着弾した。ちょうどこの時、日本側は一連空の新機材3から6機が飛来する予定であったことから、一連空幹部が出迎えのために仮設戦闘式所前に集合していた。飛来した。 新機材3機編隊の一番機が着陸を終えて、乗員が指揮所前へ深刻に来たところへ、SB 爆撃機の爆弾が炸裂した。木更津空腹町の石川淡橋中佐、鹿野屋空腹町の小川博史中佐ら士官4人と、下士官1人が戦死。一連空司令官の塚原243少将ら士官4人、下士官8人が重傷。 カノヤゾラ司令の大林松尾大佐ら25人が、軽傷を負うという人的損害が生じた。なお、この日は中山によれば、日本側に航空機の損害はなかったが、岩屋によれば、官能予定の使い古しの立航一機が炎上した、ほか、仮設戦闘指揮所と兵器庫も炎上している。日本側は二連空の戦闘機を緊急発進させて、追撃したが及ばなかった。また、 二連空と木更津空の立候隊は、報復のため両山飛行場などを、同日夜及び翌冷明に空襲したが、逆に、中国側の迎撃戦闘機に捕捉されて、未期間3機、被弾機多数の損害を受けてしまった。11日後の10月14日、ソ連空軍志願隊の SB 爆撃機20機は、再び観光飛行場を奇襲した。午後2時頃、 ソ連空軍士団隊は三つの編隊に分かれると、高度8000メートルの航空で太陽を背にして、飛行場上空に侵入した。ソ連機の投下した爆弾は飛行場を追うように命中し、分散せずに整列していた日本機が次々と被弾、炎上した。日本側記録によると海軍は13空保有機を中心に40機が損害を受け、陸軍機も20機が損害を受けた。ただし、 中山は同じく日本側記録による数値として日本陸海軍機の損害は消失、大破、中破、小破など合計約50機としている。日本側は戦闘機3機が上空警戒中だったが敵機の侵入に気づかなかった。爆撃後、地上で待機していた戦闘機7機が緊急発進して追跡し、中国側の爆撃機2機の撃墜を報じている。 二回の空襲が成功した結果、日本軍は航空機50の60機が地上撃破されて、召喚を含む幹部が死傷するという日中戦争開始以来で初めての大損害を被った。他方の中国側損害は日本側の主張によると2機撃墜であった。もっとも中ソ連合軍側は偵察機による戦火確認ができなかったため、 当時この大戦果を挙げたことを記録していない。日本政府もこの大損害を公表せず、第二次世界大戦の終戦後に、坂井三郎の著書、大空の侍で初めて明らかになった。翌月の11月4日、日本海軍は反撃のため、新任の二連空司令官、大西滝次郎大佐のもと、観光所在の立候全力を投入して中国、川航空部隊主力を狙って、 生徒を空襲した。日本側は中国機七機撃墜、十数基地上撃破の戦果を記録しているが、中国側の迎撃で葬式官機を含む四機が未機関となり、葬式官であった十三空司令の奥田菊池大佐や十三空飛行隊長の細川直三郎少佐ら幹部が戦死した。日本陸軍は観光空襲に対応して、家中の防空体制を強化するため、 97式、戦闘機装備の飛行第11戦隊を進出させた。本戦闘後、中ソ連合航空隊は、四川省から、河南の流州及び、桂州に200機、地海大部隊を前進させ、混乱絶機の戦いの支援に従事した。10月3日の日本側戦死者数は、中山によると12人。ただし、岩屋によると、木更津空所属の岩屋自身が出撃中で、 観光に不在の10月17日である。10月14日の空襲における日本陸軍機の損害20機という数値は、戦死総書の中国方面海軍作戦昭和13年4月以降によっているが、同じ戦死総書の中国方面陸軍航空作戦では、海軍機に相当の損害とだけ述べて陸軍機の損害には言及していない。 二連空司令官の桑原少将は塚原少将に代わって一連空司令官に横滑りした。岩屋によれば、十三空兵力は27機。同所監修の池春樹は当時、十三空の注意でこの空襲にも参加している。ありがとうございます。